いてはじゃあね、ターニングポイントなんですけれども、キムちゃんからね、メッセージを読んでくださいということでお預かりしてます。僕は、JOIC で北海道に来た時にとっても美味しい、ライチョウの料理が食べれるジビエというお店を見つけたそうなので、北海道に来たらお金を惜しまずそういった美味しいものをたくさん食べて、元気になってくださいということで、以上です。はい、タイニングポイント様ありがとうございました。